はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんウォーゾーンねプレイされてますでしょうか。まあ、COD のバトロワモードで、無料でねリリースされているものなんですけども、シーズン1からウォーゾーンの方に、コールドウォーの武器が追加されて、まあウォーゾーンでそのモダンオフェアの武器とコールドウォーの武器どちらもね使えるようになってるんですよ。そして何やら今ねコールドウォーの武器の性能がねおかしいらしいんですよね。そのウォーゾーンで使うときですね。今日はちょっとそちらを確かめに行きたいと思います。皆さんツイッターとかインスタとかってやってますかね。まあ、基本的に僕はあのツイッターの方で今日配信するよとか動画あげるよとかってつぶやいてるので、まあぜひよかったらね概要欄からまあフォローしていただけると嬉しいです。というわけで本日もチャンネル登録と高評価ねぜひよかったらお願いします。はい、というわけで今回はね新しく追加されている、アルカトラズですね。味方が生き残っていれば復活がねできるというルールになっております。まあ、かなりマップ自体も狭くてすごく打ち合いが激しいモードなんですけど、まあ序盤なんで復活全然できるので、最終ラウンドだけかな復活できないの。確かそうだったような気がする。まあ序盤ガンガン行きましょう。懐かしいですね。で、というか懐かしい。あの BO4 の時にしんちゃんとなんかキルレースとかね、これしましたよね。まず1枚。そうそう。あと、自己素がね、全員持ってるはず。デフォで。どっからだろう。あれか？あそこだな。あの裏に。外しちゃった。出てきて、よーしよ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 し。やったぜ。おっと！今倒した人じゃないか！危ない危ない危ない。復活してたかも。じゃあここはしっかりと、まずアーマーを巻いて、さあ、お金を貯めて、ローダード買うことができるか？でも、なんだかんだもう、1万円貯まりそうですね。ペースは悪くないぞ。おお！お！あー、惜しい！あーで、ガスマス、ガスマス。おう、ローダーと買ってくれたんや。ナイス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 。よし、これで手に入りますよ、DMR が。OK、DMR ゲット。で、UAV も呼んじゃって、で、もう一個 UAV 買っとこうか。で、こっち側すごい人の数だな。これは魚振りに行っちゃいましょう、ゴンゴン。ほら、左におるのか、これ。おりますね。こう、瞬時計！これ倒しちゃおうか、一回。自己殺される前に倒しておいて、よし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 。右すごいいるね。いや気づかれたか。だけど完全に後出しでも勝っていく。さあ、そして右のエリア外側、こっちですね。おっと、ゴースト付きか。これははがした。ええー、やばない？今3人おったぞ。2人を一瞬で DMR で倒せたんだけど。1回来たか。ダウン。いやー、マジか。いや、でも削ったからワンチャン見逃してくれるか。あはは、ダメだった。まあ、ロードアウトのところに降りてみるか。まあ、敵がいたらもう終わりですけども。味方残り3秒で復活していきますね。え？え？嘘。ダメージおかしい。あ、これは死んだ。ええー、勝っちゃった。完全に後出しだったんだけどな、今。そこにあるアーマー拾わせてくれるかな？オッケー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 。やばい、DMR の威力えげつないって。ちょっと、あ、まあまあこう。よしよし。しっかりと中を1枚削った。まだいるから、中。これ、下いる可能性あるな。登ってきた、登ってきた。うーわ、マジか！削ったぞ、味方。頼む。降りて、降りて、あ、まあまあこう。うわー、下に持ったー。
さあ、屋上、あれなんかそんなにないかな。なんか BO4 の時はね、すごい真ん中に人が集まってた印象だったんですけど、今回、なんかすごく人気がない気がするね。いやー、なんだそりゃ。でもなんか、多分ここまで、あれ、ヘリ来れないでしょ。なんだ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 、何が起きてんのマジで。ちょ、一回トイレで。もう一人仲間どこだ。自己損持ってるからな。早めに倒しちゃおう。隣すごいいるね。一回これは二回登って、こっち見てるこっち見てる。で、さらに向こうもいるのか。エアストライク来た、エアストライク来た。さあ、味方も詰めてることですし、僕もこっちから回って、いいね、味方さんいいね、味方さんいいね。待って、やられちゃってる、さすが。ちょっと待って、ちょっと待って。オッケーオッケー、全滅かな？敵は撃った、敵は撃った。ここにいっぱいいる。どん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 行くぞ。2パーはいるな、多分。まず1枚。瞬時計だったな、今の。まずやるじゃん？上にいるんだよな。からは、あ、狙える狙える。いやー、嘘、マジで。ワンショだね。本当にワンショだと思う、あれ。あー、だけど味方やられちゃったか。うわー、残念。お、いいね。この味方さ、ガンガン行くね。いや、大好きです。そういうの大好きです。強いし、めっちゃ強いし。めっちゃ強いんだけど、味方が。ありがてえ。上か。オッケー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 。しっかりとカット。逃がしはしない。で、多分ね、海岸側、こっち側がね、結構立ち回りやすかった気がするので、こっちに流れましょう。で、ここも、瞬どけさして、下だな。蘇生しようとしてないか？もう一枚やって。ナイス。まだ奥にいるね。行きましょう。テントの中かな？マジ柔らかすぎるでしょ、これ。はい、もう一枚。さらに、向こう赤点あってね。ちょっと見えないな。よし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 。そして味方さんがすごいついてきてくれる。あれはちょっと難しいな。ここピン、反応あるんでね、屋上かな？これ屋上っぽいな。もしくは外？外だった、外だった。あれ反応がない。大丈夫かな？ちょっとコールドとピンの刺し方が違うから、戸惑っちゃう。よしよし、当てて、ビビってるとも。ここはマック10で行きましょうか。あ、こっちに逃げてる。まず1枚、ナイス。中にいない？お、こいつだ。で、DMR で。この中だな。うわやーばい、DMR が一番やばいな、火力が。やれたやれた。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。DMR のおかげだな、今の。どこだ、どこだ？あ、いた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 。あと一人。真下にいるね。OK！ 全滅。いいね、めちゃくちゃ快調。だけど、あー、だいぶ、中央の建物外れたね。これは、かなり僕たちにとって有利。でも敵、結構詰めてきてないな。遅いから、僕たちがじゃあ先に移動しちゃう、こっち。横をつく形で。1枚入れそう。OK、1枚カット。え、全員固まってるんじゃない？そこ。
全員固まってるね、多分。よし、やった。うわ、強っ！絶対、絶対敵も DMR だ、今の。うわー、マジか。待って、これバレてないんじゃない？イエーイ！うわー、絶対僕倒された敵 DMR 持ってたと思うんだよな。なんかね、コールドーの、まあ、体力って150なんで、まあ、そのコールドーのダメージに合わせたまま武器調整がされてると思うんだよね。だから多分コールドーのダメージのままウォーゾーンに持ってきちゃったのかな。いや、これはちょっと、ね、早めに修正しないといけないような気がしますよね。で、15,400 スコアということで、これがいいのかちょっと悪いのかわからないけど。というわけで今日は久しぶりのウォーゾーン動画でした。この動画のグッドボタンが多かったらウォーゾーンまたちょっとやりたいと思うのでよろしくお願いします。お疲れ様です。